ないよ。男の人となんか付き合っちゃダメダメダメ、絶対にダメ。あなたは知らないのよ、男っていうものがどんなに汚らしくておぞましくて自分勝手でいやらしくて凶暴で恥知らずだか。そりゃまあ多少は優しいとこもあるかもしれないけど、ワクワクしちゃう。どうしたのマリコさん。私にはこのキャンパスにひしめく男たちの群れからあなたたちを守るって大役があるんだもの。さあ行きましょう。辺見武彦です。はじめまして。元の吹子と同じ青蘭だそうで、これもまあ何かの縁。どうぞよろしく。男の人の常套手段ね。友情の握手と見せかけて頭の中では次の接近方法を思い巡らせてるのよ。え？18世紀にルードヴィッヒ2世が17年かけて建てた城で。甘いわね。博学であるところを見せて女のコンプレックスを逆手に取ろうだなんて安易すぎるわ。ノブさん、まさかここも反対だなんて言わないわよね。反対はしないわ。その代わり二手に分かれて入りましょう。女は女同士、男は男同士よ。あ、大丈夫？今だってどうしてあなたそんなところにいるの？もっと離れてくださらない？あ、失礼。もっと。はいはい。もっと。なんだってそう男を毛嫌いするわけ？勝手で気ままで不潔で世界中で一番残酷な生き物だからよ。全ての男がそうだと言い切れるわけ？そうじゃないと言い切れるの？ボディーガードが嫌ならデートの練習相手になったっていいよ。鳥肌が立つわ。